大久保長安事件、家康の金庫番が墓を暴かれ死体を貼り付けに。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、大久保長安事件について紹介していこうと思います。慶長18年、1613年4月25日、徳川家康の金庫番と言われた大久保長安という男が、中風のため69歳で亡くなりました。しかし彼の死後、とんでもない事態が起きます。子供7人は切腹、本人は死体を掘り出され、貼り付けにされる凄まじさ。一体何があったのでしょう。大久保長安という男。大久保長安はもともと武家の生まれではなく、天文14年、1545年、猿楽氏の大倉信康の次男に生まれます。信康が甲斐の武田信玄に猿楽氏として仕えるようになると、土屋直村という武田家の家老が長安とその兄の新之丞に土屋姓を与えて武士に取り立てました。甲州武士となった長安ですが、天正10年、1582年、主家の武田氏は織田信長に滅ぼされてしまいます。長安は徳川譜代家臣の大久保忠隣の庇護を受け、大久保姓を名乗り、家康の家臣となりました。徳川の人間となっても長安は、自分を武士に取り立ててくれた武田家の深い恩義を忘れませんでした。長安は武田家時代から蔵前衆として働き、両国の黒川金山などの鉱山開発や税務に能力を発揮します。家康の下でも石見、佐渡、伊豆などの金山、銀山を次々に開発し、驚異的な増産に成功します。長安の活躍は創業期にあった徳川幕府の財政を支え、家康の厚い信頼を得ました。長安は各地の代官を通じて120万石の領地を差配するようになります。彼は宣教師たちを通じてスペインの最新式採掘法、アマルガム法を取り入れ、成果を上げたのですが、これがやっかみ半分の噂を呼びました。長安は自分を取り立ててくれた武田家の恩義が忘れられず、その子孫やキリシタンたちと連絡を取り、徳川幕府転覆を図っていたのではないかというのです。長安の財産は没収、墓を暴いて死体を貼り付け。慶長18年、長安が亡くなると彼の屋敷には幕府の捜索の手が入り、果たして70万両の黄金や舶来の珍奇な品々、武器、外国勢力と組んでの謀反の証拠を押収したそうです。陰謀が発覚し、家康は財産すべてを没収。長安の子供7人は切腹。大久保家と縁戚関係にあった幕府役人や大名にも処罰が下ります。さらには長安の墓を暴いて死体を掘り出し、貼り付けにする凄まじさです。事件後、信玄の血を引く武田信道、武田信政父子がこの事件に連座して松平康長に預けられ、後に伊豆大島に流されます。事件はこれだけで終わりませんでした。長安を庇護していた大久保忠隣が長安の謀反に加担しているとの訴状が馬場八左衛門という浪人から提出されます。この八左衛門も大概の男で、同僚といさかいを起こし忠隣にお預けの身でしたが、その件を不問にしてほしいと忠隣に頼み込みます。忠隣が相手にしなかったのを逆恨みして訴状を出したのですが、家康がこれにあえて乗りました。家康は長安と親しい忠隣が加担していてもおかしくないとして、この訴えを取り上げます。慶長19年、1614年、忠隣はキリシタン追放のため京都に出向いている間に、何の前触れもなく改易処分を受けます。驚いた忠隣は事実無根だと弁明しますが、受け入れられず、居城の小田原城は本丸を除き取り壊し、改易命令に従うしかありませんでした。裏の話。
以上が大久保長安事件の表の話ですが、どうにも首をひねりたくなります。幕府は長安謀反の証拠をどこまで掴んでいたのかがはっきりしません。噂だけで個人の屋敷に踏み込んだり遺体を貼り付けにしたりはいかにも行き過ぎです。忠近謀反加担の話もどこまでが本当やら、慎重な家康に似合わないやり方です。当然この事件には裏がありました。支配者はあまり力を持ちすぎた家臣を警戒します。長安は有能ではありましたが力を持ちすぎました。70万両や武器や謀反の証拠はともかく、その屋敷からはかなりの金や金塊、舶来渡りの珍品が出てきたようです。また生前には己の力を頼んで毎年の鉱山巡視には遊女70人ほどを連れ歩きと、目に余る行状もありました。家康にとって長安は好ましからざる家臣でしたが、その能力も軽視できません。そんなわけで長安が死んだ途端に屋敷に踏み込む露骨なやり方を取りました。そしてこの事件にはもう一つ裏がありました。大久保忠隣と本多正信、この二人の老中の対立と権力争いです。ノッサ・セニョーラ・ダ・グラサ号事件。二人の対立は関ヶ原合戦の時にすでに始まっていました。徳川主力軍を率いて徳川秀忠が真田親子がこもる上田城に差し掛かった時、忠隣は城攻めを進言します。対して正信は関ヶ原に間に合うことこそが肝要と先を急ぐことを進言。結局城攻めは敢行されますが、忠隣の家臣が抜け駆けのような動きをします。これを厳しく処罰したのが正信でした。この頃から両者の間は不穏になり、以後も二人は家康の後継者などをめぐってことごとく対立、幕閣の中枢を担いながら熾烈な派閥争いを繰り広げます。慶長17年1612年にある事件が起こり、忠隣を中心とした大久保党の勢いが本多派を圧倒します。発端は慶長14年1609年、肥前のキリシタン大名有馬晴信が派遣した朱印船の乗組員がマカオで騒ぎを起こし現地で殺されてしまった事件です。その翌年、一隻のポルトガル船ノッサ・セニョーラ・ダ・グラサ号が長崎に来航。当時マカオはポルトガル領であったので、この船の司令官ペソアは前年の事件の調書を携えていました。ペソアは家康に事件の申し開きをしようとしたのですが、間に入った者たちが己の利益を考えて行動した結果行き違いが起き、家康は晴信にペソアの捕獲と商船捕獲を命じます。4日間の戦いの末、グラサ号は火薬庫に火を放ち自沈。ペソアは船と運命を共にします。岡本大八という詐欺師、ここにまた一人己の利益を考える男が出てきます。本多正信の息子正純に仕える岡本大八という男で、晴信にこう吹き込みます。この度の働きの恩賞として有馬氏の丘陵、富士津、木島、園木の三軍を鍋島家から返してもらえるよう我が主正純に掛け合ってみようと思う、ついては口利き料を頂戴したい。これは晴信が恩賞として家康に願い出ようとしていたことと一致しました。また大八が自分と同じキリシタンでもあったので、この話を信じてしまい金を渡しましたが、これは大八の口からの出任せでした。当然その後正純からも大八からも何の連絡もありません。しびれを切らした晴信は正純に尋ねてみますが、正純は寝耳に水。こうしてこの馬鹿げた事件が表に出ます。この事件の裁断に当たったのが大久保忠隣でした。忠隣は本多不死に対するこれまでの経緯もあり厳しい処罰を下します。大八には処刑を、
晴信も裏金を渡した罪で甲斐の国に流され、1ヶ月後には死罪を言い渡され自害して果てました。キリシタンであった晴信は家臣の手を借りて命を絶ったとも言います。本当の狙いは大久保忠隣だった。事件の首謀者が正純の家臣だったので、本田親子も連座は免れないところでしたが、家康が乗り出し、なんとか処分は免れました。しかし親子の立場が悪くなったのは間違いなく、その反対に忠隣に近しい人間たち、大久保党が勢力を伸ばします。もともと忠隣は家康の三河以来の側近で、数々の軍功を挙げた武功派です。それに加えて人柄もあったのでしょう。人脈も広く、多くの人間から信頼を得ていました。気配り目配り金配りに長けていて、自家を訪ねてきた客は趣向でもてなし、手ぶらでは返さなかったと、どこかの現代政治派閥の領袖のようです。その武功派を経済的に支えていたのが、長安の鉱山経営が生み出す莫大な利益でした。対して新しく官僚として台頭してきたのが本田親子です。よくある武功派対官僚派の争いですが、旗色が悪くなった本田親子が一発逆転を狙って起こしたのが一連の事件です。そして三河以来の側近とはいえ、力を持ちすぎた家臣を粛清したい家康の思惑が一致しました。まず長安が実際に金や異国の珍品を貯め込んでおり、その行状にも問題があった。そこへ武田家やキリシタンとの関わりを持ち出し、謀反の心ありと言い立てる。その長安を庇護していた忠隣も連座させる筋書きです。長安はすでに亡くなっており、申し開きもできませんでした。もう一つの騒動の呼び水となった長安事件。慶長18年、1613年7月9日、長安の7人の子は切腹し、大久保長安家は断絶しました。忠隣は近江の国に流され、井伊直孝に預けられます。栗田郡中村郷に5000石の地業地を与えられ、その後出家、慶安道伯と号し、寛永5年1628年6月27日に享年75で亡くなりました。将軍家の許しは最後まで得られませんでしたが、三河以来の忠隣の武功をもって、大久保家の家督は嫡孫の忠元が継ぐことが許されます。大久保長安事件はひとまず終わりましたが、これのとばっちりを受ける形でもう一つの事件、里見騒動が起こります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。